西武天皇は日本の第十三代天皇。日本初期での名は地、足べ子天皇。日本で初めて行政区画を定めたとされている。実在性は定かでない。大田良彦天皇の第四巫女、母は美濃出身の安坂入姫命。慶光天皇46年に24歳で立大使。父三角が崩御した翌年に即位。即位5年、諸国に、 国の宮津子と稲城を起産がで国境を定めた。即位60年、宝御。4世紀中頃に在位した大王と推定されるが、定かではない。漢風志望である、西武天皇は、代々の天皇と同様、奈良時代に、大海の三船によって先進された。日本書紀によれば、慶光天皇51年8月4日に立体し、西武天皇元年正月に即位。 三年に、竹内すくねを大臣とした。即位五年九月、諸国に礼して、行政区画として、国軍、県有を定め、それぞれに、増長、稲城等を任命して、三賀を核にして、国権を分かち、船舶に従って有座等を定め、地方行政機構の整備を図った。ここにおいて、人民は安住し、天下大平であったという。これらは、古事記にも、 大道将尉で、縦打ち内宿ネを大臣として、大国、小国の国の宮津子を定めた麻痺、また国々の境、また、大県小さ型のあがた主を定めた麻痺記とある。序文には、お魔じ天皇の祭祀、大みそさ財天皇の前世、おわさまは久保宿ネ天皇の姿勢改革に並ぶ、異業として扱われている。仙台旧児本義の国造本義に載せる、 国の宮津子の半数が、その設置時期を、政武朝と伝えていることも注目される。即位48年、3月1日に、兄、日本穂高の第二子であるおいの垂らしな勝彦村を、皇太子に建てた。即位60年6月に崩御。日本書記に、皇妃、巫子女,女の記載はない。日本書記の伝えるところによれば、以下の通りである。機械的に西暦に置き換えた年代については、 上古天皇の在位念と、西暦対象表の一覧を参照。高穴補宮史人は、滋賀皇穴補宮。日本書期には、との記載はないが、先代の慶光天皇の暗宮がそのまま宮となったと、推定される。古事記に、若大西天皇、近津大海の滋賀の高穴補宮に座しまして、天の金浦氏名式とある。若大部が、美の国にあったことが、 大砲二年の古跡に見える。聖武天皇を架空と見る立場からは、天智天皇の大見ぐるのモデルを過去に投影した創作とする。聖武天皇京城立てれ土考領領の名は、京城立てれ追跡後三笹。宮内庁により、奈良県奈良市三笹町にある遺跡名、先石塚山古墳に事情されている。墳九町218メートルの前方公園墳である。 宮内庁上の形式は、前方公園。日本書期には、京城縦列領、古事記には、先の他他、並、不相略記には、地高三領、百連章には、縦列三領とある。縁起式所領領には、長域東西一丁、南北三丁、守護後煙と見える。聖武天皇の古墳は、機内ではないという有力学説も過去にはあった。 政務天皇の宮が畿内にないためであり、秘実在説も宮が畿内にないことを根拠の一つとしている。不創略記によれば、公平6年3月幸福時の創生藩らが三両を発掘して放棄を領読し、5月三両氏が使わされて放棄は返納され、事件に座した17人は伊豆国その他に配慮された。他にも、マガタマなどが盗掘される被害を受けている。 平安初期の上和の頃には、すでに、神宮皇后両とされていた。これは、両合の内語の文字を知りと読むことを意味、神といって、神宮皇后両両法と紛れたものかという。後に、三ぎの所在を失ったが、元独以後、多くの説が、聖無量に、現在の地を押し、幕末の治無量の時大いに修辞が加えられ、春皇に際しては、慶応元年、 広橋衛門た氏が使わされ、奉兵が行われた。また皇居では、皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。資料は、突起のない限り、日本書紀による選定の大田良し彦天皇が1月7日に、宴会を開いたとき、足彦村と、竹内すくねの姿が見当たらなかった。後日、なぜ宴会に来なかったかを聞かれた。 足彦村らは、皆が国のことを忘れて楽しむ時だからこそ、反逆の機会を伺うやからに備えて、門を守っていたのだと答えた。大いに納得した選定は地、足彦美子ミコを大使とした。聖武天皇の在位60年のうち即位6年から60年までの、辞席は、法業を除けば、中愛天皇を皇太子に任命したことと、地方行政区画を国のみやつことあがた主の二段階に、 整理したことの2項目のみとなっている。おいの中愛天皇の立大使は、中愛天皇並びにその父の日本穂高と妻の神宮皇后を史実及び実在人物として伝えるために記されたものとする見解があり、このため、聖武天皇の実在性は乏しいとする説も存在する。一方、和国づくり、葛城の国像、ンベ氏、大友氏、中富の氏、 物の部氏、三輪の氏三上市、八重市、阿蘇市、金指市、武蔵国作りなど諸豪族の系図には、政務朝に活動した人物や国造に任命された、ものの名が見えており、これら諸子の系譜や、世代関係を無視して、政務天皇の非実在を唱えるのは困難であるとする、説もある。政務天皇の在位についても、実在性には、疑いが持たれている。日本書期に、 在位60年と伝わるが、これだと、日本初期の記述のみでも日本穂高の子である、中愛天皇が、日本穂高の死後36年後に生まれたことになってしまう。さらに、政務天皇の辞席は、即位6年から先は48年に31歳の中愛天皇を皇太子に任命した記事しかないが、これは、日本穂高の死が、政務天皇即位より20年前に当たるため、 中愛天皇の年齢が一致しなくなり、明らかに矛盾している。たらし彦という称号は十二代傾向、十三代政務、十四代中愛の三天皇が持ち、ずっと下がって七世紀前半に在位したことの確実な三十四代、除名、三十五代、皇玉の両天皇も、同じ称号を持つことから、たらし彦の称号は七世紀前半のものであったとする、説がある。 しかし、七世紀の天皇と同じ称号を持っていただけでは、政務天皇らの秘術罪の根拠には何らなり得ず、また、若大部などの存在が確認されており、たらしが古い歴史を持っていたことを考慮すると、これら諸天皇の称号が、必ずしも、後世の造作とは言えないともされる。ありがとうございます。